大丈夫ですか、救急車呼びましょうか。はいどうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、タイトルにもあるように過失割合10対0の事故になるパターンの映像について詳しく解説していこうと思います。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が市街地道路を走行中に矢印信号の交差点において右折をしようと進行したところ、突然赤信号無視をしてきた自転車が右側方から飛び出し危うく衝突しかける、ヒヤリハットに該当する事例の映像についてですね、ご覧いただきました。こちらの映像はあやとサロンの視聴者の方が撮影されたものになっているんですけれども、衝突はしなかったもののバランスを崩した高齢者の自転車の、運転者の方に対してですね、大丈夫ですかと、救急車呼びましょうかというような自動車のドライバーに課せられた救護義務ですね、これも完璧に履行されているということで、ヒヤリハットで動転する中、まさにお手本のような対応されている、素晴らしい映像であると思います。映像で記録されているように明らかに右の矢印ですね、進行の矢印信号が出ておりましたので、乗用車のドライバーさんに関してはですね、全く問題ない運転をされていると思うんですが、自転車側の信号、これが先ほどねご覧いただいたように赤信号になっていますから、万が一これで衝突していた場合に関しては、自転車側に 100% の過失が認められる可能性が極めて高いというような映像になっています。ドライブレコーダーで記録することの重要性がね、こちらのヒヤリハットの事例からもお分かりいただけると思うんですが、この撮影されていたドライバーさん、安全速度ですね、要は右折するときにですね、いつでも止まることができる、緊急事態に際してはすぐに急ブレーキを踏んで、衝突を回避することができる速度で運転しておりますので、先ほどもねお手本のような運転であるといったようなお話をしたんですが、素晴らしい対応されていたと思います。右側から自転車が来ることは予想外だったと思うんですが、この段階でですねきちんと急ブレーキを踏んで、回避することができておりますので、要は速度を落としてですね交差点に進入することによって、こういった不測の事態ですね、飛び出し等の、人あるいは自転車を避けることができるといったような事例としては、まさに、資料的価値が非常に高い映像になっているんじゃないかなと思います。要はこのような感じでですね、飛び出しを想定してゆっくりとした速度で進入していれば、最悪の事態が起きた際にも急ブレーキをいち早くかけることができますし、赤信号無視をしてきた自転車の方にほぼ 100% の過失が生じるとは言っても、衝突すれば当然交通事故としてですね、相手方が怪我をする可能性が非常に高いので、そういったトラブルを避けるためにもですね、非常に理想的な運転をされていたんじゃないかなと思います。今回は映像で見るように特段自転車の方がですね怪我をされている様子も見受けられませんから、警察呼ぶかどうかちょっと迷っちゃうなって方もいらっしゃると思うんですが、なるべくですねこういったパターンの場合は警察110番通報して現場に警察官を臨場させてもらった方が安心だと思います。これはね、念のためという処置で、基本的にはぶつかっていませんから、事故に認定されるってことはね、相手も怪我してませんし、ないと思われるんですが、念のためですね警察官を間に挟むことによって、ドライブレコーダーでもしこのように映像を記録していたら現場で警察官に見せてですね、後々相手方に何か言われると困っちゃうのでということで、念のために見といてくださいというような話をしてですね、一応届け出は行っておいた方がいいんじゃないかなと思います。事故でなければね、事故の、いわゆる事故証明というのも警察も特にですね、記録することはないんですが、こういった事実が起きたということをですね警察が把握していれば、後々何かトラブルが起きた時にその現場に臨場した警察官が証人になってくれますから、なるべく当事者同士で話を終わらせない方がいいんじゃないかなと思います。要はね、相手方が後々になってですね、実は足を怪我していたみたいなことを、言ってくる場合もあります。実はね、その時に負った怪我じゃないんだけど、自宅に帰ってからね、階段から転んでしまって、たまたまその怪我をですね、交通事故の怪我として、保険で治療しちゃおうみたいな考えでですね、それはもう結構当たり屋に近いような悪質なパターンなんですが、現場で警察官が来てる時に、怪我してないからね、病院には俺行かなくて大丈夫だよってあんた言ったじゃないかというようなですね、後々の証明を取ることができますので、最終的に色々想定されるトラブルから自分を守ることができ
ができます。まあ、念のためにですね、警察を仲介させるということは非常に重要なことになってまいります。まあ、実際に相手が怪我したようなね、まあ、明確な交通事故を起こした場合に関しては、まあ、当たり前ですけれども110番通報が運転者の義務となっていますから通報しなければなりません。ただね、まあ、これが曖昧な時、これ事故なのかなどうなのかなと分かりづらい時に関しては、まあ、念のため110番通報をしてしまうというのが一番安全となりますから、これについてはぜひ覚えておいていただければと思います。私も初任大型運転指導員として運送会社の中でですね、初めて大型トラックに乗る乗務員の方に対していろいろ指導をしているわけなんですが、まあ、同様な状況ですね、まあ、ぶつかっていないけども相手が倒れちゃってとか何か、まあ、後々トラブルになりそうな可能性がある場合についてはその場で110番通報してくださいというようなことをですね指導しております。まあ、自分の判断でその場を立ち去るっていうのが一番怖いんですね。当然今回のようにね、まあ、事故として認定されないようなものであればいくら警察官に現場に来てもらうとはいえ何かこう点数が引かれることもありませんしペナルティを課されることもありません。まあ、あくまで記録としてねこういう事実がありましたということを警察官をまあ間に入れて確認してもらう、これが非常に重要になってきますので、まあ、普段からハンドルを握っていらっしゃる方、プロドライバーの方、一般のドライバーさんの方問わずぜひ参考にしてみていただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はアエトサロンの動画を普段ご覧になっていただいている視聴者の方からいただいた映像について詳しく解説をさせていただきました。アエトサロンでは普段皆さんが車両を運転する中で起こった事故、事件といったようなトラブルの映像を募集しています。映像の提供に関しては私アエトサロンの公式ホームページのお問い合わせフォームをご利用いただくか、こちらの動画の概要欄の方に記載されているアエトサロンのメールアドレスの方に直接ご連絡をいただければ対応することが可能となりますので、ぜひ映像の提供に関してご協力いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アエトでした。おやすみなさーい。I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna kick